はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎四丁目校と西小岩校の小株と申します。よろしくお願いします。さて、この動画ではですね、ニューホライズンね、ニューホライズンの中3の英語の教科書、これの、24ページユニット2のちょうどリード&シンクの1番かな、そこのね英文の解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではね、早速ちょっと長い文なのでね、さっさといきたいと思いますね。で、1文目のこのクエスチョンいきます。 How long have Japanese people been riding haiku? いきなりね、これ現在完了進行形というねやつが出てきております。 have been ing 形で、これ現在完了進行形という文法事項になります。詳しい文法事項までね、この動画で説明をしていますと本当30分40分の動画になりかねませんので、ちょこっとだけね言っときます。この現在完了進行形 have been ing というのは動作の継続ですね。現在完了 have been、 have プラス過去分詞の現在完了が状態の継続だったのに対して、この have been 過去 ing はこれは人の動作をねの継続を強調したいときに使う表現です。人の動作を強調したい場合ね、 have プラス過去分詞の現在完了は人のねそういう状態ね、なんかの状態を強調したいときに使う表現でございます。で、 how long は同じようにね、現在完了の時で使ってたようにどのぐらいの間って意味なので、日本人の人々は、日本の人々はどのぐらいの間俳句を書いてきているのですかと、ね、こういう意味になります。現在完了進行形の文でした。また後でね、現在完了進行形の文は出てきます。じゃあ次いきますね。まずお父さんと、これメグの会話なのかな、ファーザーからいきますね。 What are you reading, Meg? これは単なる現在進行形 B 動詞プラス ING 形、現在進行形の疑問文ですね。つまりメグさん、メグさん、ね、あなた何をしている、何を読んでいるんですか、ね、リードは読むだからね、あなたは何を読んでいるんですかっていう質問です。で、 You've been reading that since 10 a.m. ここにもね、 have プラス been ing 現在完了進行形が出てきておりますね。もうさらっと訳しちゃいますね。あなたはね、午前10時からずっとねそれを読んでいるじゃないかと、ね、午前10時から、シンスね、からとか以来、午前10時からそれをずっと読んでいますね。そしたらメグさんがね、 It's a book about haiku。 これは簡単かな、それは It's ね、それは俳句についての本なんですよ。で、 It's a little difficult but it's interesting. Look。 ここもそんな難しくないですね。It's a little、 a little は少しって意味です。少し、少しだけ、それは少し難しいです。しかしそれは面白いんですよ。自分の本を読んでる本はね、ちょっと難しいんだけど面白いんだよと。Look、 見てください。で、ここね、本の一部がね、ちょっと紹介されているんだと思います、こいつね。じゃあちょっと読んでいきます。俳句 have been an important part of Japanese culture since the Edo period。ここは現在完了の文ですね。have プラス過去分詞形というのが来ております。でね、ここに1個ね、熟語が入っておりまして、熟語というほどでもないんですが、an important part of、これ、重要なパート、まあ、役割かな、これね、役割。部分って意味もあるんですが、ここだと、役割の方がいいかな。なので、俳句は日本の文化ね、日本の文化の重要な役割をしてきていますよと、こういう意味です、ね。で、いつからかっていうと、The Edo Period。ピリオドは時代って意味なので、江戸時代からとかね、江戸時代以来、俳句というのは、日本の文化の重要な役割をねしてきていますよ、そういう意味でございます。で、次ね、 Japanese people have been writing haiku for centuries。 また出ましたね、ここね、 have been ing 現在完了進行形というやつですね。
皆さん中3生のね方々の先輩方、高校1年生、去年まではこれ高校生の英文法だったんですが、今年からこの現在完了進行形というのはね、あと仮定法というのはね、あの中学校の英文法として降りてきておりますので、皆さんしっかりやらなきゃいけないですね。でこれどういう意味かっていうと、このセンチュリーっていうのはね、1世紀2世紀の世紀って意味で複数形になっておりますので、これで何世紀もの間って意味です、ね、何世紀もの間、日本の人々は何世紀もの間俳句を書いてきていますよと、こういうことなんですね。じゃあ長いのでね、サクサクいきたいと思います。次ね、俳句 are different from traditional English poems。まずこの be different from 何々、これ大事ですね、これ覚えてください。 different と from はね、非常に仲のいいこれね言葉なんです。どういう意味かっていうと、これこれとは異なるって意味です。これこれとは違うとかね、これこれとは異なるという意味です。何と異なるかっていうと、俳句は English poems、 ポエムはこれ詩ですね、詩、詩を読もうの詩ですね。あのなので俳句はトラディショナル、伝統的な英語の詩とは違うんです。 different、 異なるって意味ですね。 be different from で必ず覚えてください。ここ重要ですね。で次ね、じゃあ違う点をね、これからいくつかで紹介されております。サードまであったかな、確かね。 first they are not written in sentences、 まず最初に第一に、それらはセンテンス、これ文章かな、文章では、ここ受け身ですね、 be 動詞プラス not が挟まってるけど、 be 動詞プラス write のね過去分詞形なので、これ be 動詞プラス過去分詞で受け身形になってます。なのでまずね、それらは文章では書かれませんと、そういう意味です。受け身の否定文ですね、文章では書かれないんですよ。でじゃあ次ね、They use only a few words。 They、 それらは、only はだけですね。 a few でこれ 2,3 のって意味が、少しのって意味があるので、それらは 2,3 のとか少しの言葉だけを使いますと、こういう意味なんですね。長々しいこのなんかあの文章ではないよってことなんです。 2,3 の言葉だけを使うわけですね。で、次ですね、 second、The lines do not have to rhyme。 これね、気をつけてほしいのが、下に出てくるこのリズムっていうね、あの名詞とは違う単語なんです。めちゃくちゃ似てますよね。このここに th がなくてね、最後に e が残ってるこのね、リズムじゃなくてライムって読みます。ライム、これ動詞ですね。どういう意味かっていうと、韻を踏むっていう動詞です。韻を踏むって皆さん分かりますか？一番分かりやす、覚えてるか分かんないんだけど、昔狩野英孝さんっていうね芸人さんがいらっしゃったと思うんですが、あのラーメンつけ麺僕イケメンみたいなね、イケメン風な狩野英孝さんねのラーメンつけ麺僕イケメン、全部麺麺麺ってなってるよね。そういうのを韻を踏むと言います。他にもあったっけな、なんだっけ、あ、いけないんだ、イケメンだ、みたいな、そういうのもあったような気がするんですが、まあ、ちょっとね、やりすぎると、動画の趣旨外れて聞くるんで、ちょっとやめときますね。なので、そういうのを韻を踏むと言いますね。まあ、リズムで、なんか、ものを語るってことです。で、ここですね。Second, the lines do not have to rhyme。このライムは先ほど言った通り、韻を踏むという意味なので、ここを訳してみると、2つ目にね、その行、ラインね、行、1行、2行、3行のライン、行、その行というのは、韻を踏む必要がない、韻を踏む必要がありません、don't have to で何とかする必要がない、さっきからしつこく言ってますが、その行というのは、韻を踏む必要がないということなんですね。つまり、このね、主語っていうのは、俳句ね、俳句、俳句というのは、韻を踏む必要がありませんということですね。で次、 Third, a seasonal word must be included。 ここ3番目ね、3つ目に seasonal っていうのはこれシーズンから来てますね。季節の、季節、つまり seasonal word で季語ですね、季語、季節の言葉、季語はが
これインクルードは含むって意味で、ここ受け身形になっているの分かりますか？ B 動詞プラス、過去分詞形で、これで受け身になっているので含まれるってことです。 B included で含まれる。で must はこれはしなければならないかな、しなければならないという意味なので、3つ目に記号が含まれなければなりませんと、ね、含まれていなければならない、こういう意味になります。確かに俳句って記号含まれていますよね。はい、じゃあ次いきます、On the other hand、 これね絶対に覚えてください。テストで狙われやすい熟語です。大事ですこれね。 On the other hand で一方って意味です。一方、 Like most English poems、 Rhythm is very important、 Like most English poems、 つまりほとんどの英語の詩のようにリズムがとても重要ですよ、ね、On the other hand、 一方ほとんどの英語の詩のようにリズムがとても重要になりますよと、ね、そういうことになっております。で最後ね、俳句 use three lines、 five, seven and five syllables long。 シラブルっていうのはね、これは音節って意味ですね。日本語でもなんかシラブルシラブル言わないか、あんまりね、これ音節って意味です。なので俳句はね、3つの行を使うんです。で3つの行の内訳がここになっていて、575というその音節の長さですね、575という音節の長さを使うんです。俳句というのは3つの行で575という音節の長さ、これを使っていますよと、こういうわけですね、という意味の英文でございました。結構ね、長い英文だったんですが、皆さん理解できたでしょうか？結構重要なポイントがあったので、しっかり押さえておくことをお勧めします。ではね、なんだっけ、ユニット2のリード&シンクの1番ね、これを解説を終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。